コロプラ。入学式はベッドの上で。あ、もしもし、ばあちゃん。おい。うん、さっき無事に東京着いたが。今はあの有名な渋谷、ほんのこてわっぜか人が多いじゃっと。大丈夫。うん、たくさん友達作っから安心して。ばあちゃんも体に気をつけて。絶対に無理せんって約束して。うん、おいも気ばっから。うん、ありがとう。じゃあまた連絡する。さすが東京は人が多いな。学校はこっからどう行けばいいんじゃろう。おいがこれから向かうのは東雲学園。政財界、芸能界、学術界など各界の著名人の子息が名を連ねる超エリート名門校。中でも完全スカウト制からなる特進クラスは学園の花形といえる。しかも毎年特進クラスの卒業生から選ばれる首席には、この東雲学園特進クラスから選出される首席生徒は毎年大変な話題となりますよね。それもそのはず、首席卒業者は日本の未来を頼もしく背負ってくれる超重要人物ですから、国営情報機関施設に事前手続きなしで出入り可能なのは序の口。さらに内閣メンバーとの面談や世界有数の銀行より1兆円規模の融資を受けられたりもしちゃうんです。本日はですね、将来そんな一流のアドバンテージを得る可能性がある特進クラス新入生たちの
特別入学式の様子を取材に来ました。それにしてもさすがですね、学園生のファンとおぼしき女性や男性までもが大量に彼らの投稿を待ち構えて、あったー、早速輝く原石たちが姿を見せ始めたようです。リムジンです。警備隊に守られてリムジンが登場しました。おっと、降りてきたあの人はもしかして。父上、行ってまいります。やはりそうです、現内閣総理大臣堀宮さんのご子息です。すごい数の人が車に押し寄せておりますが、私も負けずにインタビューを決行します。総理、堀宮総理、息子さんのご入学おめでとうございます。少しだけでもお話をお聞かせください。マスコミの皆さん、申し訳ありません。父は本日親として僕の門出を祝いに来てくださっただけなんです。何かご質問があれば僭越ながら僕が父の代わりにお答えいたします。なんというスマートな対応でしょうか。すでに未来の日本を背負う者の風格を感じます。そしてとんでもなくイケメンです。キラッキラしております。ありがとうございます。こんなに朝早くから本当にお疲れ様です。うお、なんというキラースマイルでしょう。私男なのにドキドキしてきました。おっと、お次はなんと空からヘリコプターでの登場のようです。この爆風の中、颯爽と縄ばしごを使って今まさに一人の生徒が降り立ちます。日本は随分と騒がしいな。さすが東雲学園、スーパーエリート名門高校、登校風景だけでもショータイムのような華やかさがあります。おっと、一瞬の油断もなりません。お次はバイクでのご登場です。なんということでしょう。しかもあのバイク、チャーリー・デビッドソンではありませんか。新車を購入すれば私の給料が何ヶ月分も消し飛ぶあのチャーリー・デビッドソンを軽々と転がす高校生が現れました。さすが東雲、さすが東雲学園です。よっと、こらまだ完全に止まってないのに飛び降りたら危ないでしょ。ジンさん。ん？おはようございます。ああ、お前か。無事の帰国、何よりです。あ、ネクタイが少し曲がっていますよ。そうか、頼む。喜んで。な私は今何を見せられているのでしょうか。まあ、お世話が好きだね。この新作のチェリーハッカー味当たり。なんと、今度はパトカーです。とうとう警察車両での投稿者までもが出現しました。あー、パトカーが校門前に停車。いよいよドアが開きます。一体どのようなスーパー高校生が現れるのでしょう。その姿が今明らかに。え、君、忘れ物はない？はい、ありがとうも下げもした。下げもした？え、それじゃもう迷子にならないようにね。入学おめでとう。ここが東雲学園。おい、望月優馬が今日から高校生活を送る学園じゃっと。
いかん。桜が綺麗で資料用に写真撮ってたらいつの間にか人いになっしもた。入学式会場に急がんと。ん？しかも背中に包丁が刺さってる。大丈夫ちゃったな。死んでる。救急車、警察。ねえ。周り誰もいない？あ、生きてる。よかった。いかん。なるべく方言が出らんようにせんと。俺一人だけみたいです。そう。大丈夫ですか？すぐに救急車を。普通に起き上がった。包丁刺さってるのに。急に刺されたからびっくりしちゃった。でも護身用のベスト着てて正解。警察を。ああいいのいいの。これはね、キティにちょっと引っかかれただけ。キティ？ちゃんと振ってあげられないのって僕の悪い癖なんだ。というか早く背中の抜いてくれない？え、おいが、俺がですか？ここ僕と君の他に誰かいる？可愛い女の子でもいたらそっちに頼みたいけどね。はあ、お願いね。まさか入学早々他人の背中に刺さった包丁を抜くことになるとは。ありがとう。いくらベスト着てるとはいえ下手に動けなかったから助かったよ。さて行くとするかな。あっ、てか東京の人はやっぱり違う。ねえ、君も新入生？ねえ、君も新入生？いつの間にこんなそばに。野生動物ばりに気配がなかったけど。やっぱそうだ、ジャケットのラインお揃い。制服着慣れないって感じも一緒。よかった、仲間に会えて。先に寮行ってたら遅くなっちゃってさ。誰もいないからちょっと焦ってたとこ。俺こういう偶然の出会いとか大事にしたいタイプなんだよね。だからさ、友達になろうよ。え、友達？てかもう友達ってことでいいっしょ。こうして話してんだし。東京の人わっぜか。ありがとな。え、愛？
しまった、方言が。ありがとう。何の俺？もしかして友達になっただけで。ち、仲良しごっこかよ。邪魔、道塞いでんじゃねえ。この道、20人くらいは横並びで通れそうな道だけど。やだねあいつ、お金持ち特有の横柄な匂いがする。絶対あれ性格最悪だよ。今のやりとりだけでわかるのか？え、だってそう思わなかった？ムカつくやつってさ。あれだけの会話じゃ悪い人だって決めつけられない。うん、そうだね。やっぱまずはお互いをしっかり知らないとだよね。というわけで自己紹介だ。俺はニート千里、舞台俳優とかやっちゃってます。よろしく。舞台俳優、すごいな。別にすごくないよ。君は今日ここにいるってことは特進クラスだよね。あ、俺は。おい、そこの使用人。え、あ、総理のイケメン息子。いかにも、俺が現内閣総理大臣針宮統一郎の息子、針宮統治だ。わーお、イケメンってとこ謙遜とかしないんだ。謙遜？今は別に必要ではない場だろう。それより使用人。え、老いのこと見てるのか。君、彼の使用人だったの？なんだ、使用人ではないのか。うん、それは失礼。みすぼらしい風体だったので勘違いをした。いや、それ全然謝ってなくね。使用人さんに何か用事があったの？ああ、校門前でのマスコミ対応時にもみくちゃにされたせいでハンカチをなくしてしまったらしくてな。至急プライベートジェットでスイスまで買い付けに行ってほしかったんだ。はあ、ハンカチをわざわざスイスに？俺が使用するハンカチはオーガニックコットンでなければダメだからな。ちょっと何言ってるかわからない。やっぱり東京の人はわってか。どうだ。さあ、エリート魂、採用だ。だが仕方がないな。君が使用人ではないのなら諦めよう。改めて君たちの名を伺おうか。俺はニート千里、舞台俳優やってます。俺は望月優馬、やってることは特にない。またまた、ユマピってば謙遜。ユマピ？あだ名で呼ぶのは俺的に親愛の証なの。
だから俺のことも好きに呼んでよ。わかった。ニートって呼ぶ。おい、親愛の証は？あだ名プリーズ。そんなことよりも、無能な人間が東雲特進クラス入学などありえないはずだ。望月君は自己紹介の正当な責務を果たすべきでは？そんなことって、まあけど言ってることは確かに。どういう意味だ？ユマピー、なんか人と違うことしてるとかない？特技とか受賞歴とか。ああ、それなら漫画の代筆をやってる。仕事だ。すごいじゃん。代筆、すなわち影武者業などをしなければならないとは。本物になれない人々は気苦労も多いのだろうな。ねえ、なんでそんな失礼なことを普通に言えんの？代筆は別に気苦労とかないよ。すごく稼げるしね。え、そういうキャラ？あ、やばい、チャイム鳴ってる。入学式始まっちゃうじゃん。初日から遅刻なんて、ハリミヤ家長子としてありえない所業だ。偉そうに言ってないで走る。ユマピもほら。これってベッドだな。なんでベッド？ここの入学式寝ながらやんの？君もやっぱ特進の新入生だったんだ。うるせえ。わあ、怖い。おお、来たか。もしかして先生？俺は桐谷。今日から1年間お前らのおもりをしてやる。おもりって？幼少期にもこんな物言いをされたことはないな。実に新鮮だ。これより本年度特進クラス新入生4名特別入学式を行う。まずは出欠確認だ。新ウサギ千里。え、あの、新ウサギじゃなくてニートです。次、ハリミヤ富士寺。無視。でも富士寺って受ける。ハリミヤには富士寺というあだ名を授けよう。俺は君のような孫を持った覚えはない。それに先生、俺の名はハリミヤ当時です。面倒だな。残りの二人は自分で名前言え。あと二人しかいないのに。教師にあるまじき怠慢だな。名前早く。そっちの睨んでるやつからだ。獅子丸高臣だ。そっちのモサイのは？望月優馬です。よし、全員揃ってるな。さっさとベッドに横たわれ。その前に、なんでベッドなのか聞いてもいいですか？答えを知りたかったら黙って従え。嫌なら入学は取り消してもいいぞ。はあ、ひとまず行動あるのみか。ちっ、意味わかんない。でもなんかちょっとワクワクするかも。ベッドに寝て入学式なんて、さすが東京の発想は斬新だ。え、わっぜか。
全員寝たな。勝手に起き上がれば死ぬぞ。はぁ、怖っ。ちょっと何その冗談。先生、やはり事前に説明を。特別入学式を始める。あ、天井にスクリーンが。特進クラス新入生諸君、会えて嬉しいよ。僕は理事長代理の猿渡喜一です。突然だが、この東雲学園で首席を獲得する条件について君たちに話したいと。昨年までは学力体力を総合した成績で決定していたんだが、今年からは銀徳も加えることになったんだ。ではどのようにしてそれを計測するのか説明しよう。まず二人一組でライブを行い、そのパフォーマンスによって獲得する人気、つまりフォロワー数で人徳を見極める。ライブ？いろいろと疑問はあるが、まずなぜ二人一組なのですか？東雲の首席は毎年一人のはずです。いい質問だね。どうして二人一組なの？どうしてライブなのか、その答えはどうか自分たちで見つけてほしいな。はぐだぐだとわけわかんねえこと言ってんなよ。おとなしくしろ。なんだあのマスク。何これ？俺たちに何をする気なんだ？ふざけんな！どういうつもり？動けなくなってきたとか。まず体の力が。安心したまえ、可愛い子羊たち。君たちはこれからこの東雲学園で真の絆を得るんだ。優しくて意地悪な深い夢の中でね。夢？あ、もう意識まで遠く。ここは、あ、ニート。これって一体。ねえ。うわ、あってか美少女。誰？入学おめでとう。あなたたちを心から歓迎するよ。見えない嘘には御用心。
望み次第 My wishes 願い次第冷めるまでの刹那楽しみましょう It's a showtime 一度きりの儚い人生新世界へようこそ おいで すべての叶う夢の世界へきっとあなたも気に入るわあの人の歌声が心の中に流れ込んで溢れそうじゃった。なんか泣きそうじゃ。こんなに人の心を幸せにできる力を持ってる人がこの世の中にはいるんだ。おいも、あの人みたいになりたかった。あんな特別な才能が、おいにもあったら、きっと。え？てめえ、なんだよそれ！おい？ユマピじゃなくて隣、ハリミヤ！なんだみんなして胸胸胸だなんだこれは今気づくとかホラーかよ痛くないの痛いいや痛くはないもしかして痛すぎて脳が感覚麻痺させてるとかそんな抜いてくれなぜだ？てか普通に喋ってて大丈夫なのかよ怖すぎんだろ刺さったままの方が怖いだろどうすれば落ち着けクソ野郎どもおいバンバンとりあえず座るか横たわるかしろ死ぬ前に克服しなければならないことがあるんだ俺は死ねないんだ頼むうるせえよ無理に抜くと失血死すんだろうがそんな俺はこんなところで死ぬのはうわあハリミヤ死ぬなフジジーとか言ってごめんちゃんと愛情込めてあだ名つけるからハリミヤ死にゃあせんから先生ハリミヤが死なねえってどういうことだ夢の中で生涯を終えるなんて話聞いたことあるのか夢の中まあ死にたいって強く考えればそんな感じの体験はできるだろうけどなはあ？わけわかんねえこと言ってねえでこいつの矢どうにかしろよ俺はもうダメだ
言っただろ、夢に制限はない。考えたことが具現化する。嫌などないと思って想像してみろ。想像、うん、あ、矢が消えた。血も出てね、傷跡すらねえなんて。やっぱり1年生は初々しいね。やあ、また矢がハリミアの胸にぶっ刺さった。しかもたくさん。気持ち悪い。大丈夫？うち、また増えやがった。もしかしてこれって恋のキューピッドの矢的な？な、え、そうなの？なるほど。若いな。違う！誤解だ！このハート触れるのか？あの人も歌っていたのか。あ、消えた。焦げな感じで老いの夢物語は実に賑やかに幕を開けたのじゃった。さっさと次行くぞ。おう。じゃあ始めるか。うむ、修練の時間だ。よろしくね。ねえ、いい？静粛に。はあ、さよなら。おい、なんだと。ち、はあ、静粛に。
いかなる時も結果に誇りを。お疲れさん。あと100回読め。お、そんなら、いいかな。うん。俺も何かになれるのか。誰かの代わりじゃなく。ありがとう。また後で。ちゃんと読めよ。はあ、お疲れさん。課題はちゃんとやれよ。ここで抜き打ちテストだ。じゃ。じゃあ始めるか。うん。まずはやってみる。そういうこった。お。ファイト、ファイト！先輩、いいですか？姫駒ではかっこよく。じゃ。それで終わりでね。足は高くつくぞ。二人でならできるよ。
計算が足りないようだな。誰かに感動を与えるってこんなにすごいことだったんだ。